リコリンJ TV サイドノバ。本日の MC はユニコード貝原みちる役の小岩井小鳥と天童隼人役の天満祐希です。そして8回目のゲストはマーメイド松山ダリア役根岸愛です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。私もマーメイドさん、うん、ライブ参加いつ参加したっけ？メンバーだったっけ？見てくださったんですかね、はい、拝見しまして、あ、初めてあの D4DJ のライブを見たのがマーメイドさんだったんですよ。すごい、ちょっともうあっち向けないかもしれない。結構向いてたけど、結構向いてたよね。アイポンは最近キャンプにハマってるっていうのを噂で聞いたんですけど、すごいですね、去年行き出して、そこから結構行ってますね。普段は家でこう画面の中でピコピコしてる世界が大好きだったんですけど、はい、デジタルデトックス最高ってことに気づいて、もう SNS も見ないし、はい、普段の自分から解放されて、でこうじーっと焚き火を見ながら黄昏れてる時間が最高ですね。いいですね。もう昔は本当にキャンプ行く人のなんか気持ちが全く分からなかったんですけど、虫もいっぱいいるし、でも行ってみたら良さが分かるんで。あ、2人は されたことあります？キャンプ行ったことある？ないです。私も一昔前のアイポンと一緒で、キャンプはちょっと あの、ま、自然とそんなに仲良くなる自然と仲良くなかったのテーマじゃなので、あの YouTube で焚き火を見てました、うん、あ、YouTube で焚き火見てるいや絶対生で見てほしい。あ、本当に確かにね。コックさん、私は逆にあの焚き火の音を取りに行ったことはあって、こんな感じで、あのどうなってるんだこれ。ダミーヘッドマイクを持っていって焚き火の音を取ったりはしました。ね、なんかキャンプの中にこのなんかデジタルな機材が置かれていて私としてはちょっと複雑な気持ちにはなるけど、デジタルデトックスの逆ですね。音は確かにいいですもんね、焚き火の。そうなんですよ。そういう音をね、テーマちゃんお家で聞いてました、ねね、ありがとうございます。ありがとうございます。私も今度撮ってみようかなDJ をテーマに展開するメディアミックスプロジェクト D4DJ。 この番組では宇宙に届け僕らの音楽、私たちユニコード、そして全てを蹂躙する孤高の深淵、私たちアビスメア。 D4DJ のアニメや音楽、ゲームの裏側や新たな魅力を紹介していくぜ。 D4DJ TV サイドノバ。中学生の時にもう朝方に前からなんか、うん、え、怖い怖い怖い、裸足で、でも朝なんですよ。ディズニーの仲間たちがバイス・シュバルツ・ブラウンに登場。大好きなキャラクターたちを集めよう。バイス・シュバルツ・ブラウンブースターパックディズニーキャラクターズブシロード。オールスターカードゲームリバース、テンスラ日記がついにトレーディングカードゲームで登場。トライアルデッキ&ブースターパック、転生したらスライムだった剣テンスラ日記プシロード。リリカルリリーからフォースシングルがリリースするの。ブルーレイにはライブ映像とメイキング映像、 D4DJ オールミックスを収録。サーカスへようこそ6月14日発売なの。舞台少女歌劇デビュースターライトザステージ中東部リベリオンが6月7日から上演。公演チケットは一般発売中。これは反逆の物語。みんなに見てほしい D4DJ アニメマイベスト3。イエーイ。D4DJ のアニメといえば、2020年秋に D4DJ ファーストミックスが放送し、2022年夏には D4DJ ダブルミックス、そして2023年冬に最新作 D4DJ オールミックスが放送。そんなアニメの新たな魅力をお届けするため、iPhone にみんなに見てほしい D4DJ アニメマイベスト3を挙げていただきました。持ってきましたよ。ザ・マーメイドっていうとよりはここが見えるシーンとか、うん、あとは違うユニットさんの私が本当に、あ、素敵と思ったちょっとものを持ってきました。では iPhone のマイベスト3お願いします。私の D4DJ アニメマイベスト3は
こちらです。ドリンクバー学食サオリを励ますシーン、ノアがメンバーの可愛いところを熱くプレゼンするシーン、ダリアの格ゲーシーン、はーいとなっております。絵が浮かぶ3つですね。まずはドリンクバー学食サオリを励ますシーンなんですが、はい、まあ、大学生なので学食があるんですけど、うんうん、そのメンバーの注文する食べ物がみんな個性的で、うん、もうその食べてるシーンって人じゃなくてその食べ物だけが抜かれてこう喋ってる結構シュールなシーンなんですけど、まあカフェとかだったらドリンクでそのオレンジジュースがリッカ、メロンソーダがマリカちゃん、ブドウジュースがサオリちゃんで、ダリアさんはコーヒーみたいな、きっと無糖なんだろうなとか。そう思うと本当にこれってゲームだけじゃわからないとこですね。そうなんですよ。で食べ物で言うとリカはチャーシューマシマシのラーメン で、うん、でマリカちゃんはロコモコ、うん、でなんかちょっと可愛い、うん、リカはがっつり系みたいな、うん、でダリアさんは鶏肉プレートっていう完全に筋肉飯だなっていうところが、食べ物と飲み物だけでキャラクターが描かれているっていうのが、うん、個人的になんか面白かったなと思います。では続いてノアがメンバーの可愛いところを熱くプレゼンするシーン、これが本当にそのノアがスイッチが入ってこう一人一人の可愛いところをノアちゃん視点でこう説明するところで、私が好きだったのはあのいぶきちゃんを説明するときに、あと髪が綺麗って言ってた、あそこに狂気を感じて、あと髪の毛ほんと綺麗、どうも。ちなみにアイポンが思うダリアの可愛いところって、そんなのいっぱいありますけど、やっぱりあんだけクールだからこそギャップが可愛い部分がたくさんあって、うんうん、お兄さんがいるんですけど、うん、お兄ちゃんって呼んでるんですよ。あ、意外。お兄ちゃん呼び。え、アイポンはアイポンはお兄ちゃんいる？私お兄ちゃんいるんですけど、お一緒だ。お兄ちゃんって呼んでないです。え、何で呼んでない？名前ゆうきって言うんですけど、ゆうきって呼んでます。わ、名前呼びなんだ。そうなんですよ。だからすごいお兄ちゃんっていうのちょっともごもごしちゃいます。さて、選んでもらった3つの中で特にアイポンが視聴者の方に見てほしいナンバーワンはどれでしょうか？ダリアの格ゲーシーンです。このシーン、ちょっとそのダリアちゃんは強いんですけど、うんうん、某格ゲーのそれを切り取ったようなシーンがかなり激アツで、でもその台本読んだ時はなんかパフパみたいななんか3ワードくらい書いてあったんですけど、それがこの映像ではどんな仕上がりになってるんだろうなって思って、実際にアニメ見たらなので、でもなんかそのダリアちゃんその格闘強いんですけど、アニメの中だともうなんかよくわかんない光線を走ってたりとか、なんか物理攻撃じゃなくなってるなっていうところはかなり突っ込みどころではあったんですけど、まあちょっとここはかなりダリアちゃんの良さが詰まってるシーンだなと思うので選びました。スポーツクラブに通ってますから ね。雨の日なのにストイック。真央、ね、はい、ちゃん、ダリアさんと同じ道場に通われていたそうです。うんうんうん、そういう関係もあり、D4DJ のみんななんかストイックですよね。やっぱパフォーマンスにストイック。確かに真央しか勝たない。1話がそれにしてもなんで空手なのかしら。占いで空手をすれば悩み事が全部解決されるって言われたらしいわよ。なるほど、似合うな。本当にいいの？いや、黒帯ですからね、ダリアちゃんじゃ。本当な、確かにそうだそうだ。始まった、もう格ゲーシーンみたいですね。すごいな、そのためにこの絵作ったんだもんな。本当だ、すごい。いや、これ2回目の技はもう、かなり卑怯ですよね。still fight. 全然スティルファイトじゃないじゃない。あれ光線なのかな？ここな、光線ですかね。あれ、ね、すごいの出してましたよね。こんなんでライブなんて。いや、できるよ、ライブ関係ない。できるよ、大丈夫だ。どんな言葉を話そうが、真帆ちゃんは真帆ちゃんだよ。もう十分ですから、学校に戻ってライブの話をたくさんしましょう。見てて突っ込めるのが D4DJ の楽しいですよね。突っ込みどころ多いですよね。すごい楽しい。ガイス、まったくあんたはいつも頑張りすぎなの。空手の道着のダリアちゃんを見れるのもなかなか珍しかったので、確かにこのシーンはちょっと珍しいですね。最高のライブ、うん、一緒に作ろう。ちょっと一瞬 DJ アニメとは思えないアニメ。私これ今何のアニメ見てるんだろうと思いながら。
さあ続いては D4DJ のゲームの魅力を紹介していきます。スマートフォン向けリズムゲーム D4DJ グルービーミックスは D4DJ のオリジナル曲はもちろん、最近の流行曲から往年の名曲まで登場。どの年代でも楽しめる本格的なリズムゲームです。いろいろなシナリオがありますが、今日は iPhone のお気に入りのシナリオを教えてもらっていた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 い、ごめんなさい、すいません。私のお気に入りのシナリオはマーメイドの制服グルミイベント。おお、制服グルミだね。制服か。マーメイドメンバーで、まあ、大学生ユニットなんで、まず制服を着れるっていうところがまずは、確かにそうなんですよ、珍しくて見どころでもあるんですけど、うん、マリカの暗い過去があったことにここで初めて知ることができて、うん、はいはいはい、マリカ小さい頃はたくさんお友達もいて、マリカちゃんの自分語りですね、学校もすっごく楽しかったんだ。でも高校生になってお母さんのいる芸能事務所に入ってから少し変わっちゃって、うんうん、何が変わっちゃったの？モデルのお仕事するようになってからみんなの見る目が変わっちゃったの。あるあるっぽいですよね。撮影や仕事で遅刻や早退する日もあったから、ね、ちょっと特別になっちゃうんですよね、きっとね。なったんだよね。学校をお休みしても先生たちは優しくしてくれたけど、うんうん、お友達はどこかそっけない感じで、もしかしたらそれで勘違いしたのかもしれないね、うんうん、マリカが先生たちに特別扱いされてるって。なるほどね、そうだったのかな。少しずつクラスメイトと距離を感じて、見てるだけで、ね、思い出して泣きそうになっちゃう、うん、なんかいつもマリカもずっと明るいキャラクターだからこそしみる話というか、話してくれてありがとね、マリカ。誰かに相談しなかったの？制服姿かわいいな。沙織ちゃんなんか気合い入れて被り物してるのめっちゃかわいいです。うん、何か嫌なことされるわけじゃないし、マリカにも悪いところあったから。マリカに悪いところなんて何にもないじゃん。そうだよマリカ、無理してたんじゃない？かっこいい。そんなことないよ。マリカが何でもないって思えば済んじゃうことだし。ダメダメ、一人で抱えちゃダメダメ。マリカが辛いだけじゃん。そうだよ、うんうん、あんな笑顔の裏にこんな過去があったなんて。そうですね、なんかこれを見てからだとよりなんか笑顔でいればいるほどなんか見てて泣けちゃうみたいな。ライブも同じシナリオでもう一つお気に入りがあると聞いたのですが、はい、制服グルミーのそのダリアちゃんのカードのイベントの方で、まあ、それこそダリアちゃんの魅力でもあるお化け、うん、怖い怖いの部分が見えるお化け屋敷で、こうあたふた頑張るダリアちゃんのエピソードがすごく魅力的です。マリカちゃんと狙って撃たないと。全然当たってないよ。こっちに向かってきてる。だから多分ゾンビと戦うみたいな設定のアトラクションなんですけど。サオリ、ね、でもなぜかアトラクションなのに一人ずついなくなっていくって怖い怖い怖い。よかった、サオリライフが。もうなんかゲームみたいな。これ D4DJ ですよね。なんかすごいシリアスなあの話みたいな。夢落ちでもなんでもなくてリアルな話なんですけど。すごいな。ここから見た方サバイバルの話になる。制服の女の子たちのサバイバルゲーム。銃で戦う話かなみたいな。この顔が暗くなってるのが。疲れた。あー、マリカも。そんな。もう一人だけ。一人だけになっちゃった。リカちゃんも、私もリカも動けない。ダリアちゃん普段は強いんですけどね、うん、やっぱお化け系はかなり苦手なので。なんか、うん、ここ可愛いですよね、意外な弱点。確かに可愛い、ね、こんな音楽 D4DJ にあるんですね。確かにあんま聞いたことない音楽。 D4DJ にあったんだ。すごいすごい頑張ってる。すごい臨場感が、うん、この BGM 本当にここしか使ってないじゃないかなレベルで。確かに使うんだこの BGM。 かっこいい、かっこいい。ラスト、あ、クリア、クリア。ちゃんと乗り越えた。
結局はドッキリだったっていうオチなんですけど。ラリアちゃんお化けね苦手っていうのはちょっと意外な、ね、意外ですね。そうですね、ギャップがあって素敵です。ちなみにお化け見ちゃったことってありますか？すごい質問ですね。でもなんか私中学生の時にもう朝方に前からなんか頭から血を流して裸足で、でも朝なんですよ。で私も固まっちゃってへって思いながら、とりあえず学校行かなきゃいけないから、でバーって走って行ったんですけど、結局あれは何だったんだろうっていうのが未だに分かんないのは、それちょっと事件ですね。ケンマちゃんもある？今のエピソードを超えるものはありません。怖すぎて。そうだよね、怖すぎるよね。第4の発表、マイベスト歌唱。はい、ここからはアビスメアソフィア役の愛坂優香とベロニカ役の山田美鈴が D4DJ の音楽の魅力を深掘りしちゃいます。 D4DJ の音楽といえばゲームやアニメよりも前から展開しています。2019年7月の幕張メッセでのファーストライブを皮切りに多くのライブを行っています。今回はそんなライブの中から iPhone にマイベストを選んでいただいてます。では iPhone のマイベスト歌唱の発表をお願いします。 D4DJ D4 フェスライブオールインでのラブバイトの初披露の映像になっています。初披露、はい、もうラブバイトっていう曲が、まあ、この富士急で初披露だったんですけど、初披露の時にあの撮影可能曲が1曲だけあって、それがこのラブバイトだったんですけど、すごい、まあ、ディグラの皆さんが自分のスマホとかを、はい、で映像を切り取ってそれを結構 SNS に上げてくれたりとか、そういうのもあったおかげで、この曲が結構その後とかもライブで人気の楽曲になったので、お、来ました。これ私後ろ向きのポーズから始まってるんですけど、はい、もう後ろ向きながらずっとドキドキしてます。いやー、見えない方だ。すごい、ダリア役なんで澄ました顔でやってるんですけど、内心めっちゃドキドキです。うわー、嘘、全然超余裕。ありがとう、ダリアさんって感じがね、美しい。いやでもやっぱ野外ライブめっちゃ最高なんで、また D4 フェスやりたいですね。ぜひその際にはね、私たちも本当に出たいです。アビスネアさんのライブ見たんですけど、めっちゃかっこよくて、もう早く耐えましたいって思いました。嬉しい。水難とかやってみたいですよね。やってみたいよね。合いそう、なんか確かに激しさが、ね、でも本当に熱くて、富士急めっちゃ熱くて、しかも踊りも激しいんで、もう終わった後かなり息上がって、酸欠もなりそうですよね。これだけ歌って踊って運動量がえぐい。でもお客さん、ディグラーさんが一番大変かもしれないです。今撮影をしてらっしゃるってことですね。そうです、今まさにこれ撮影が今撮ってました。結構みんな推しを撮ってる人もいれば全体を撮ってる人もいたりとか。マジか、すごい。実はですね、もう一個見てほしい、はい、私の思い出のあるライブがあるんですけど、はい、いいですか、はい、ぜひぜひぜひ。これが去年の、はい、サマーキラー2というワンマンをやったんですけど、はい、そこのライブライフという曲 でマーメイドって、はい、あんまりこう MC とか含め、はい、エモさって出さない、もう楽しい、うん、楽しかったで終わりみたいなのが多いんですけど、このライブはちょっと初めてマーメイドにエモさが加わったというか、はい、確かに元気とパッションっていう、ね、イメージがあるので、このひまりちゃんが最後一緒に降りてきて、台から降りてきて横並びで歌うっていう演出があったんですけど、そこは本当だったらいつものように DJ 台にひまりちゃんがいて、沙織ちゃんがいて、下3人で踊るっていう振り付けがあるんですけど、あえてその前に出てくる演出っていうのはこのライブでしかやってないので、それだけなんですね。そうなんですよ、だからよりエモいライブになったので、かなり思い入れがありますね。これ T シャツのアレンジ、はい、T シャツの、人によってそうですね、 T シャツ超かっこいい、今思ったけど懐かしい。いやー、押せるわ、ほんとかっこいい。この曲も初披露だったんだと思います。なるほど。いやー、これは重いわ、確かに。皆さん、汗も相まって、なんか、どの瞬間もビジュアルがめちゃめちゃいいですね。嬉しい。こんなにずっと綺麗なんだ。ねえ。汗が似合うのよ、やっぱり。似合う。うわー。さあ、
そろ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 降りてくるかな、そろそろ来るかな、見ました、今のさ、おいでからの運がいい、大号泣ですね。沙織ちゃんはこう自分から行くタイプじゃないから、やっぱこう呼ばれたことによって降りてくる、これは会場ほとんど泣いてませんでした、これ泣いちゃう人もいましたね。これは私も結構もう泣きそうになってたんですけど、もうひまりちゃんが泣いてるから、あ、これは泣いちゃいけないと思って逆にそう、めっちゃエモかったです、その時に。結構やっぱ3対1に見えがちなんで、そうですね、やっぱ4人並ぶといいですよね、なかなかに。確かに、しかもあえてもう振りも何もせずに、こう横並びでただただくっついて歌ってるっていうのも珍しいので、なんかもう感じながらっていうか、うわー、いい、うわー、涙も綺麗で、あの一人ずつの最後ありがとう、あーもう泣いちゃう、それありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ひまりちゃんがゲストに来ていただいた時も、はいはい、これをおすすめしてくださったんですけど、泣いてました、ここで。え、ちょっと待って待って、ここでここで見ながら泣いてましたね、泣いてましたよね、ひまりちゃん泣き虫だね。エモ回になりました、あれがもう。いやでも本当に、まあ、ライブいっぱいやってるんですけど、2人はライブの時で緊張したりしますか？私緊張しいなんですけど、はい、この前のライブ全然緊張しなくて、はい、すごい。でも初お披露目なわけじゃないですか、うん、初ライブだもんね、そうなんです、まず前奏で、しない、出るまでは結構、あ、もう始まるなと思ったんですけど、うん、あ、やばい、そろそろと思った時に、あの愛坂さんが背中をポンとしてくれて、あ、えぇーって思って、すごい、あ、大丈夫だって思って、そこで結構かっこいいことしてたんです、してましたよ、めっちゃイケメンじゃないですか。私たち中東部のセカンドシングルが発売、リベリオンと夢見ろの2曲収録に加え、限定版には私たちのライブゼロスの映像も収録です。シークフェルト音楽学院中東部、リベリオン夢見ろ、好評発売中です。今月の表紙はヴァンガードから書き下ろしの清掃男子、付録カードはなんと2枚、大迫力の両面ポスターに豪華漫画にも注目よ。月刊ブシロード7月号大好評発売中。バイス・シュバルツ、チェンソーマンがカードゲームの舞台に登場。ブースターパックチェンソーマンブシロード、ノバトーン。事前にそれぞれが他のメンバーに聞いてみたい質問を聞いてカードにしています。はい、じゃあ私が選んだのはこちら、この仕事をしてなかったら何をやりたい。気になる、気になる。アイポンさんは何をしたかったですか？やっぱゲームがすごいもともと好きだったので、うん、ちっちゃい頃はゲーム会社の社長と結婚するみたいなやつなんですけど、すごいです、ゲームが好きでそっちに行くのすごい。ゲーム会社の社長と結婚したらゲームやり放題みたいな安易なイメージがあったんで、まあ、それほどゲームが好きだったので、やっぱゲームに携わる仕事を作る方をやってみたいですね。私今のアイポンの話を聞いてびっくりしたんですけど、うん、私も実は、うん、ゲームを作る側になろうと思ってて、え、なろうと思ってる？なろうと思ってました思ってた。大学生の時に就職活動で、はいはいはい、女性向けゲーム、乙女ゲームを作る会社にインターン行ってて、そうなんだ。そうなんです。で、世界史が好きなので、世界史を絡めた乙女ゲームを絶対に作ろうと思って素敵じゃん、たんですが、流行りそう、プレゼンしたんですけど却下されて、今ここにいます。売れてたかもしれないね、ちょっとダメでした。そうですかね、ドーナツさんまだまだちょっと話し足りないんですけれども、うん、マーメイドさんに会えるイベントが6月7月と盛りだくさんなんですよね。はい、そうなんですよ。6月の25日、うん、日曜日にマーメイドのトークイベントが飛行船シアターにて開催されます。そして7月29日土曜日には、うん、マーメイドフィックスライブサマーキラーマックスが開催されます。マックスなんだ、はい、会場はね、前回のサマーキラー2と同じ豊洲ピットで行われます、うん、お楽しみですね。
解禁になってからワンマンは初めてなので、あ、そっか、そうね、マーメイド一緒に声出しできる曲いっぱいなので、めっちゃ楽しい、もうこの日はサイ&コーにぶち上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。もう早く夏になってほしい。待ちきれません。待ちきれない、待ちきれない。ではてまちゃん、最後に今日の収録を得意の世界史の出来事に例えてください。はい、今日の収録を例えると、うん、大航海時代の到来。え、なんでですね。なんでなんで、やっぱり何これ。大航海時代というのは、うん、ルネサンスの三大発明ってありまして、うん、はい、火薬、うん、そして羅針盤、うん、そして活版印刷術、うん、この3つが発明なんですけど、うん、ちょっと語ります、ちょっとだけ。羅針盤ができたことによって、はい、ヨーロッパの人たちは、うん、海の向こうを旅することができたんですね、うんうん、それによって新しい世界が見えたんですよ、うん、私も今日 iPhone お話しして、うん、キャンプの良さとか、うん、知らなかったマーメイドの過去とか、うん、新しい世界が見えたということで、うん、大航海時代にしました。おー、いいね。しかもマーメイドだもんね。あ、ね、あ、海と関係ある、ね、確かに、確かに、すごい。お後がよろしいよ。目指せ究極の頂き、リアルカードゲームシャドーバースエボル、ブースターパック絶対なる覇者、コラボ開催。オールスターカードゲームリバース、ブルーアーカイブが再びリバースに登場。青春の1ページをカードゲームでも。ブースターパックブルーアーカイブボリューム2、ブシロード。バイスシュバルツ、リコリスリコイルがバイスシュバルツに登場。カードゲームの舞台でも大活躍しちゃうよ。トライアルデッキ&ブースターパックリコリスリコイル、ブッシュロード。カードファイトヴァンガード、英雄との開口、魂を震わす物語が君を待っている。ブースターパック英雄激突、コラボカードも収録、ブッシュロード。狭いところが嫌いで、窓がついてたらありがたい。私小屋豆腐食べれない。あれあれ怖い。やばい、怖い。